長崎市は、日本の九州の有力武士、領主の一族である。長崎市は、関武平氏千葉流の流れを汲む氏族であり、長崎県、長崎市の名の由来になったことで知られる。現在の長崎県庁舎付近の長い岬に館を構え、長崎公会外の深堀から都議津までの広い範囲を、領していた九州千葉市の一族が、長崎を名乗ったことを起源とする。 戦国時代、比前有馬市から有馬高淳が、養子に入り、長崎市を継いだ。その孫の長崎純景はキリシタンに改修していたが、学府であるキリシタン大名の大村住田だから、長崎をイエズス会寄進することを勧められ、これを受け入れたため、長崎一帯の領地を失った。純景は、大村市に仕え、子孫も大村藩主となったが、 その後長崎資本家は耐えている。文家には、長崎十人組の中村氏や長崎戸町大官の松尾氏深堀鍋島氏支配下にあった、長崎寺侍の川本氏や中熊氏がある。ありがとうございます。